2022年12月、天気予報でガーラ湯沢を見てみますと、ピーカンの予想。冬のスキー場はなかなか晴れないので、急いでチケットを手配して、来てみました、東京駅。新幹線もリフト券も、スマホなど使ってすぐに手配できる便利な時代になったものです。今回乗る新幹線は谷川73号。この日、一番早くガーラ湯沢に到着する新幹線です。東京6時44分に出発したら、7時58分にはスキー場直結駅のガーラ湯沢へ到着。時速200キロ以上で走る新幹線の凄みをまずは楽しみたいと思います。改札口を抜けてホームへ上がるこの瞬間がとてもいいです。ワクワク感といいますか、子供の頃を思い出します。今回乗る谷川73号は E2 系と呼ばれる古いタイプ、1995年に製造が始まった歴史ある車両です。主に長野行き新幹線用に導入され、長野オリンピックでの人員輸送では大活躍でした。実はこの車両は今シーズンで上越新幹線から引退するので、もしガーラ湯沢へ行くときはぜひ記念に乗車してみてはどうでしょうか。座席は5号車後ろより、荷物も置けてガーラ湯沢では改札口に近いドアとなります。少しでもスムーズにゲレンデへ行きたいものです。この谷川73号はスキースノボ客のための新幹線といっていい新幹線で、停車駅は上野、大宮、越後湯沢だけというとても早い速達便なのです。6時44分時刻通りに出発です。この電車は上越新幹線谷川ガーラ湯沢行きです。次は上野に停まります。車でスキー場へ行くとなれば、冬用タイヤへ交換したり、渋滞にはまったり、運転中に眠くなったりなんてこともありますが、新幹線なら広々とした座席でくつろぐだけです。富士山をのんびり眺め、都内から郊外へと移りゆく景色を楽しめます。住宅地から徐々に畑が増えてきたと思うと、本庄早稲田を通過、あっという間に埼玉県を走り抜け群馬県、主要駅高崎を時速約240キロで通過、自動車では考えられない速度です。ガーラ湯沢駅のトイレは混雑するので、早めにトイレへ行こうと思ったのですが、これがなかなか清潔感があっていいものです。車内の設備もなかなかのものです。少しでも混雑を避けてゲレンデへ行きたいので、高崎を過ぎたあたりでトイレへ行っておきます。山間部をトンネルで一直線、大清水トンネルは全長約 22km で、かつて世界一の長さでした。トンネルを抜ければ群馬県から新潟県湯沢町です。越後湯沢を出発する頃には新幹線出口にはすでに人が並び出していたので、私も続きます。とは言っても越後湯沢からガーラ湯沢は約3分で到着です。東京より5号車ドアが開くと、すぐ目の前には改札口への階段があり、スムーズに改札口を通過。約800人が乗る新幹線ですので、出遅れると改札口でも並ぶことになります。前日のうちにガーラ湯沢発行の IC リフト券にチャージ済みなので、チケットカウンターもスルーしてロッカーへ直行します。広々したロッカー、さすがはバブル期のリゾートです。1000円で1日使い放題のロッカー、私が背負っているリュックも楽々収納できます。ウェアを着たらゴンドラ乗り場へ向かいます。駅直結ゲレンデといっても、実は一度ゴンドラで登る必要があり、ここの乗り場も混雑するポイントなのです。IC リフト券にチャージしておけば、そのままゴンドラに乗車でき、スムーズです。
この景色を眺めるだけでも非日常感。 JR 社員の発案とされるガーラ湯沢、これだけ大きなガーラ湯沢駅と大量輸送のゴンドラ設備を JR 民営化から約3年で開業に持っていく勢いは、まさにバブル期だからこそ実現したのではないかとしみじみ感じてしまいます。ゴンドラを降りるとレストラン、売店、外へ出ることなく行くことができ、動線は素晴らしいものです。真正面に見える大きな建物はリフト乗り場、リフト乗り場なのにすごい豪華なものでバブリーです。8時20分にはゲレンデに到着、新幹線のスピード恐るべしです。天気予報の通り最高の天気です。少し雲はありますが、山の天気は変わりやすいので仕方がありません。なんとかおぼつかない足元ですが、リフトから降りて雪の感触を楽しみます。最高のゲレンデ整備により下手なりに滑りを楽しめます。やっぱり大人になってもウィンタースポーツは楽しいものです。最近では滑りよりも美しい景色に感動するようになってきました。少し長めのエンターテインメントコース920メートルにも行ってみます。まだまだ早朝ですので、空いていますのでリフトも一人で乗って好き放題に景色を楽しみます。6時44分に東京を出発して2時間で天然雪に囲まれるというのは画期的という言葉しか見つかりません。太陽に照らされた美しい雪の斜面と遠く広がる山々、実に素晴らしい景色です。おそらく朝日岳と谷川岳が見えていますが、この景色がもはやバブルリゾートの真骨頂といえます。日帰りスキーを気軽に実現したガーラ湯沢、昔の CM でスキーの後に東京で夕ご飯を計画する話をするシーンがありました。新時代的な日帰りスキー場が実現したのだと CM を見て感じたのを懐かしく思います。何回かリフトに乗っていたら、冬休みに入ったという高校生のご一行とたまたまリフトで一緒になったので、ちょっと話を聞いてみました。ガーラ湯沢に来た理由を聞いてみたところ、車の運転ができないから新幹線で来れる利便性の良さが良かったということを教えてくれました。コロナで普通の青春を失った世代をメインターゲットに、スノーレジャーで冬を取り戻す、今年のガーラ湯沢のキャッチコピー、冬を取り戻すんだが、まさに現れているんだと感じました。一通り滑ったら次はいつもの撮り鉄活動もやります。なんと越後湯沢俯瞰撮影スポットでもあるのです。 E7系の時309号の出発、さらには山をうねうねと走る上越線、新幹線がトンネルを一直線に走り抜けるところを在来線は山に沿ってうねうねと走るのです。鉄オタ心をくすぐるワンシーンがガーラ湯沢から楽しむことができます。ゲレンデを眺めながら贅沢にフロート、これはなかなか滑りで疲れた時には染み渡って幸せな気分になります。食事もリゾート気分を満喫、贅沢な時間を過ごしていると実感します。帰りは E7系 新幹線、ガーラ湯沢のお土産店で買った地ビールでアルコールも補給します。帰り道の車の運転がないのは新幹線の良さです。せっかくスノーリゾートを楽しんだのに帰り道渋滞ではがっかりしますが、新幹線ならゆったりです。余韻に浸っているとあっという間に東京へ到着。雪国がこんなに近いのかと不思議な気持ちになりました。今日も最後までご視聴ありがとうございました。